とうございます。元気ですか？今日もお家から自宅療養で一応メールではたくさん、メールじゃないか、 Facebook ではたくさん書いたんですけど、あ、ひろみさんおはようございます、なこさんおはようございます、マッキーさんおはようございます、稲葉さん、佐竹さんおはようございます。すごい、なおこさんありがとうございます。このイヤリング、しょうこさんって方がなんかいろんな思いを込めて作ってくれました。徹子さんもおはようございます。今カフェインが取れないので、知ってますこれ、サルバイ、ドイツだと女性ホルモン系とか、あとなんだっけ、喉の炎症とか、まあ、でもサルビアの花のみたいなんですけど、この前ドイツに行った時に買ってきたノンカフェインです今日はですね、10時から FM 宮古があって、松崎町と宮古をつなぐ心歌コーナーっていうのを毎週土曜日10時から11時まで1時間の番組を与那覇潤さんが提供してくださいました。野原さんおはようございます。そう、この松崎町の歌、イエーイ、YouTube で松崎町の歌って調べていただくといっぱい出てきます。石井さんおはようございます。このプロジェクトっていうのは、私が代表を務めるふるさとプロジェクトっていう、文化庁からまず助成金いただいて始めた地域活性化プロジェクトの活動の一環でやらせていただいた活動です。もうゆりちゃんおはよう、ゆりちゃんって朝早いんだねそう、このぜひね YouTube で松崎町の歌って調べていただきたいんですけれども、今日はこの10時からは川上さんもゆりちゃんもおはよう、なんだっけ、ふるさとプロジェクトの12月のコンサートっていうのが、町民6700人のうち700人ぐらい会場に来ていただいたんですね。だからもうすんごいことになったんですけどまあ超歴史に残る、染太鼓の歴史にも多分すごく色濃く残るコンサートでしたが、本当にそれこそここにいらっしゃる、見ていただいている松崎町の皆さんにもスタッフとして本当にやっていただいて、でそれでふるさとプロジェクトの方でスタッフというか、もう制作の舞台監督っていうか、そういうののリーダーでやっていただいた、もう元々は生徒さんでもあり、もちろん友達でもあり、今私のホームページ関係を日々更新していただいている田口ゆかりさんがゲストで出てくれます。普段お話ねするような方じゃないから、すごい緊張してるって言いましたで今日ご紹介する松崎町の歌っていうのは、80代のね松本春夫さんって方が
作詞していただきました白石浩二郎さんか。本当はナンバー2もあるんだけどちょっと追いついてなく歌っていませんが、今日多分私が歌ったのを流すのかな。すごいんですよ松崎町って。日本最年少でヨットで世界一周した方がいらっしゃるみたいで、まあ、白石浩二郎さんって言ったらもしかしたら知ってる方もいいかもしれないんですけど、冒険家ですね。そう、ぜひね白石浩二郎さん調べてみてください。今日は一曲ご紹介、松崎町の歌40番松崎町観光大使私もなりたい白石浩二郎さんか。作曲相沢宏正、作詞松本春夫。幼い頃夢に見た、いつか船で世界巡りたい、思い募る胸張り裂ける流れ着いた松崎港、夢追い人は白石浩二郎、すぐな人、人は惚れ助け人となりきて勇気ふれる、恩師の船スピリットビュー号よみがえるよ、単独無寄港世界一周夢か、この港よりでこの港に帰る、花ロマンあふれる母なる港松崎港、夢かないし港。懐かしい。これをですね80何歳になられましたかね、松本さん80代の方が作詞されて、松崎町ではかなりライターもやられていたそうですね。でそれで松崎って花とロマンの里松崎でしたっけ。だからロマンって何なんだろうって、花はねすごいたくさん咲いてるんですけど、まあ、こういうことですよね。本当に夢だったりとか、こうなんかできない中でもこう突き進んでいくっていうか、そんな力がある町、まあ、沖縄ももちろんそういう要素きっと知れば知るほどたくさんあるんだろうなと思うんですけど、そうね、幼い頃から夢に見たい、いつかって船ですが私も幼い頃から夢に見ていたいつか海外で歌で巡りたい思い募る胸はしありさける流れ着いた松崎港、ね、思い募って胸張り裂けて流れ着いた沖縄でした、ね、本当に初め1回目の渡航では全然見送る人も少なかったってお聞きしてますけど、今では本当に夢を何個も叶えて、なんか本当は2020年ヨットで世界一周っていうのをフランスから始めるっていうことをお聞きしてましたけど、ねやっぱりやる人、ある方も書いてましたが、やる人やらない人それだけって、でも私もそう思います。
できないできない言ってる人は一生できないと思いますだってチャレンジもしないってことだから、毎日チャレンジできることをできるだけやれたらなって思います。今日は明日のライブ配信に向けてチャレンジします。時々タイムラインが荒れると思います萌えちゃんと、うまくいった、うまくいかないとかってやってると思います3時以降ぐらいに、まあ予定では5時だけど、うまくいくかな、心配だけど、まあ別になんて言うんだろう、これをやること自体がとっても大変なことなんで、気長にまた6月にも企画してやれたらなと思ってます。なんだろう、今日やっぱりなんかいろんな曲が浮かんでたけど、笑顔の輪っかになりました皆さんのコメントは後でゆっくり振り返って一つ一つ答えますね。今私限界突破 Wi-Fi っていうのを買ったんですけど、昨日なんかもう朝起きた時点で7ギガ行ってて、何かあったかな私と思って、そういえば YouTube 3時ぐらいから見たな、あ違うわ、見たなと思ってて、3時じゃないけど何時か分かんないけど、結構使うんだと思って、これ1日10ギガまで使えて、の限界突破 Wi-Fi で、もう今日は絶対10ギガ、なんていうの、萌ちゃんとテストしないといけないからと思って朝起動して今使ってる、だからまだギガがたくさんあるもう軽く私1日5ギガは使うんですけど、5ギガまで低速にならずに使えます。そうでよかったら皆さんコメント入れといてもらって、後でゆっくり読みますね。今日はもう朝からね、何食べた？アーモンドのミルクにバターを入れてチンして飲んで、でチーズ一つ食べて、ゆで卵食べるんだけど、ゆで卵やっぱ半分しか、一個の半分しか食べれなくて、超お腹空いてんだけど、チーズは1個食べれたそう、やっぱ笑顔の輪っかかな。初めて私が作った歌詞でじゃーん、笑顔の CD の笑顔の輪っかですてか藤田さんがまた CD を購入してくれてありがとうございます。送ります。この歌はそれこそ昨日話した一句、太鼓で言うから仲間たちのメンバーでコンサートを初めてっていうか、まあコンサートするってなった時に、あれ、たえちゃん歌い手だから詩作ってよつって言われて詩作りました作ったことないんだけどやだみたいな思って、で自信ないしマジで文章何下手くそすぎるし読みづらいしって、うん、あれ今日じゃないですよね、明日ですね、オンラインレッスンは24日の6時15分です。徹子さん明日オンラインレッスン、そうで、それで私が音楽歌で何をやりたいか、一生かけて死ぬまでずっと続けたいことってなんだろうって、なんか結局私は継続性のあることしかしたくないっていう思いがあって、このライブ配信も別にコロナが終わっても世界中からやれたら楽しいし、
おばあちゃんになっても皆さんおはようございますってやれたら楽しいなと思って始めました。だから Facebook の投稿とかノートとかそういうのも全部今できて、もし手が動いて技術体力があれば一生多分続けられることっていうのをやってます。だから毎日のルーティンにならないことっていうのは結構できなくって、自分はそうで、今この直子さんに教えてもらって、今は作ってもらってるけど、あのっていう食事の食事療法っていうか、療法っていう言い方は違うのかもしれないですけど、こういうものを食べたらあのあなたの体には今必要だよみたいな、で今こういうことをなんていうの、こういうものを食べない方があの今は大丈夫だけど落ち着いたら食べていいよとかっていうことを食べてるですけど、あのそれってスーパーでも売ってるものの選択だし、なんかね、あの選ぶだけだから、で別に全部しちゃいけないわけじゃなくって、そうだから、そうやってずっと一生続けられるようなことを今選択して生きてます。だから今日は私が歌を初めて作詞をした笑顔の輪っか、その後は松崎町の歌だったらめちゃめちゃ作詞いっぱいしてるんですけどそう拙いですけど、音楽で出会えた仲間たち、皆さんもそうこうやって朝のライブ配信見てくださってる人って全員音楽で出会った人だなと思います。アンサンブルから生まれる笑顔、そうなんていう、もちろん一人でずっと歌ってきたけど、やっぱりアンサンブルみんなで演奏することで笑顔になりました。そこは音楽の光で満たされ、なんか音楽が始まった瞬間に色がバーって出るような感じのイメージ、みんなで心を合わせてあーって広がっていくような、音楽とともに笑顔の輪っかを広げよう、あなたの心が温かくなるように、もう昔からこれは思ってますね。夢を追いかけている仲間たちあの私のお友達という、お友達って太鼓判の人たちはやっぱりやりたいことがある人たちです。で毎日自分のやりたいことに向かって歩んでいる人たちです。逆に言うとそういう人たちじゃないとお友達になれません。会ってもつまんないからです。夢っていう言葉じゃなくて、やりたいことをやりたいだけやってる人たちかな。でもこの2番の2行目、夢を追いかけている仲間たち、一人ではくじけそうになって思って一人ではくじけますね今私は一人でいるけど一人じゃないってすごく思いが強いです。逆に濃密にあの人とお話ししてる気がしてます。一人ではくじけそうになっても仲間と共に夢に向かって今歩き出そうよ。もう萌ちゃん、明日一緒にやる萌ちゃんはですね、もう私の妻って呼ぶぐらい大好きな太鼓判の太鼓判のお友達です。もうやりたいこと一生懸命に本当にあの心を使って生きてますね。そんな萌ちゃんの声はとっても素敵で、色で例えると水色パールみたいな感じで上をグーって、私がグーンっていう縦だったら萌ちゃんはグーって回るようなエネルギーの声。月と太陽っていうユニットは萌ちゃんが名前つけたんですけど、なんかそんな大切な友人、仲間と共に
オンラインコンサート成功に向かって歩き出そうよ。音楽とともに笑顔の輪っかを広げよう。あなたの周りに笑顔が集まるように。そうだから、私は心歌で笑顔の輪っかを広げたいっていうタイトルでこの太鼓判コンサート、オンラインコンサートを企画しましたが、やっぱり自分一人だけの力で笑顔を広げることは本当に自分の力だけじゃ難しいで、今本当に大変な中で、私も大変だけど、大変だけど多分できることあるし、毎日私がやってることっていうのは、私のお掃除、心歌のインナーボイスレッスンをずっと毎日やってるんですけど、かなり言葉がきついけど、なんて言うんだろう、まあそれくらい向き合わないと流せられないようなことがやっぱ毎日起こっていて、だけどやっぱそれを自分と向き合ってちゃんとやると本当に笑顔です。次の日昨日よりだいぶ楽です。昨日はまだ怒ったばっかだったから、もうなんていう、立つこともうまくできないぐらいだったけど、今日はまあ朝発作だけどだいぶいいですだから一人でやらないで、ちゃんと理解してくれる人と生きていく、これ鉄則で頼りすぎずいい距離を取る、できることをする、そうするときっとあなたの心があったかくなって、あなたの周りに笑顔が集まる、そうすると毎日朝おはようって言って笑顔できっと再会できる。だからオンラインコンサート企画しました。この趣旨に協賛っていうか、共感していただいた方に見てもらいたい。別にこういう趣旨のコンサートね、賛同しない方もいると思うから、今回っていうか、多分この1年間は療養をするから、今はチャレンジの時期として生きていきます。来年の2月、沖縄から出れなくなったのは2月だから、来年の2月はムキムキになってシュッとしてもっとたくさんいろんなことが、何、もう前までは海外も飛び回ってたわけなんで、そのぐらいの体力をつけられるように毎日準備します。皆さんと対面できると嬉しいなと思います。それでは笑顔の輪っか、アカペラですけど聞いてください。音楽で出会えた仲間たち、アンサンブルから生まれる笑顔、そこは音楽の光で、音楽の光で広げよう、あなたの心があったかくなるように。
一人ではくじけそうだけど、夢に向かって今歩き出そうよ。広げよう、あなたの周りに笑顔が集まるように。あなたの心が温かくなるように。はい、この曲、編曲じゃなくて作曲は佐藤由美さん、ピアニストの佐藤由美さんでした。では皆さん、コメント振り返ります。誰が見てくれたんだろう今日は。ひろみさん、なおこさん、マッキーさん、ひなばさん、佐竹さん、徹子さん、野原さん、石井さん、ゆりちゃん、川上さん、高橋さん、江口さん、お、中西さん、小川さん、あ、野原さん、松崎も茶摘みしてますか、だって。あの、うちの静岡の実家、あの旦那さんのお母さんがあの新茶送るっつってたからしてるんじゃないですかね。中西さん、小川さん、あ、直子さん、いつもご飯ありがとうございます。キラキラ笑顔と歌、今朝もありがとう。はい、ちょっと良くなったかな。リカさん、コーチさん、おはようございます。白石浩二の懐かしいでしょ。松崎にはね、まで沖縄から来てくれたからね。じゅんさんもコーチさんもありがとうございますひろみさん、今日も明日も楽しみです。松崎いいとこ、一度はおいでですなんだっけそれ、なんかなんだっけ、朝出ユンタであるね。沖縄いいとこ一度はおいでって、かあ、これ替え歌面白そう野原さん、白石さん、町の誇りなんですね。子供たちに地元愛を育んでいます。そう、まあ、あの白石さん自体は神奈川出身らしいんですけど、でもなんか石碑が立ってますよ高知さん、またあの松崎行きましょう徹子さん、明日ね、オンラインレッスンよろしくお願いします。中村さん、おはようございます。ひろみさん良一さん、おはようございます。そう、徹子さん、今日の10時からの FM 宮古見てください。今日はね、あの舞台スタッフとして、舞台監督としてね、やっていただいた田口ゆかりさんがゲストですりかさん、毎日太鼓さんの笑顔と歌声を聞いて元気になります。ありがとうございます朝が苦手だけど起きる理由にしてます。よかった。うん、今お客様が亡くなってしんどくなっているけど早く復活できそうですね。え、本当にたくさんの方が、っていうかすごいですよね。たくさんの人が生まれ、たくさんの方が亡くなり、そうだから今無駄なことしちゃいけないと思いますあの絶対に人はいつか亡くなるから、今本当に生きていきたい人と生きていったらいいんだなと思います
はい、皆さん今日はここまでということで、昨日から言っているんですけれども、 YouTube アップが終わるまではこれは公開していて、それまではそれ以降は消しますっていうのも、理由は皆さんと対面でコメントを言い返せるようになるといいなと思ってしてます。もし言い足りないっていう人がある人は今1分ぐらい待ってるので待ってるっていうか1分ぐらい話してるので、ぜひコメント書いてください。そう、本当に今できることをできるだけやって積み上げた先に、私は入院中ね、ベッドの上でこの大切なものほど目の前にあるっていう心、一番初めにある心歌を歌えたらいいなって思っていたら、ベストなね場所に来ることができました。それでこのコロナの大変な中、今私は体も大変になったけど、やっぱり沖縄の皆さんに助けられてます。だから私は今沖縄でできることをしたいなと思ってます。リカさん、また再会したら濃厚接触しましょうでは皆さん、今日も一日元気で、またねー。